はい、ということで、杉本選手ですね。見てください。結構似てませんか？これ、ピッチャー、なんと斎藤佑樹選手ですね。前作ったやつ。早稲田実業時代なんで赤いんですけど、エンジ色の。シュートか今の。ストレート、カーブ、スライダー、シュート。おお、いいね。これは創実時代の。おはしおはしおはし。ゆうたろ杉本。勇気斎藤。いくぜ。手加減しないよ。おはしおはし。割とコントロールはかなりいいと思うんですけどね。でも意外とやっぱベテランなんで、難易度がそんなにまとまってないね。おしすごくない絶対言ったでしょ。何してんのあいつ、あいつ何してんの、あいつ何してんの。ミスターホームランマジか。何が起きた今。パーフェクトセンター右へはじき出したやば、重戦車ですね。まさに体もでけえし、ほらめちゃめちゃ飯食いそう、飯めっちゃ食いそう。 OK、 これはすごくないか。ちょっと定点でいく。ドアに当たった？シャッターか。シャッターに当たったぞ。ね、パーフェクトでここまでしかいかないで結構深いね。斎藤選手の牽制も見たいね。Into the box now. Brandon Lau fouled off. Great chance to drive the ball here in the early going. このバッター終わったらちょっと飛ばそうか。走塁もちょびっと。このストッキングどうすか。割と日によって変わるんでね。このパターンもあるんですけど。おお。ちょっと守備とかもあるから飛ばします。あ、飛ばせないのか。これ一応フランチャイズモードなんでね、あのクイックゲームができないっぽいね。なんでこういう時は、こういう時はね、このベースランニングのこれか。うん、ここをねオフにすれば多分なくなると思うんですけどね。お、やっぱ飛んだ。今のですよ、やり方よく聞かれるんで。お、すごい、ワインドアップきた。お、これですよ。すげえカーブ。このワインドアップのとこだけ似てるでしょ。ワインドアップっていうの、あ、この後ろの。めっちゃ捉えていく。あー、シュートがちょっと差し込まれたね。なんでこれ。勘弁してよ。なんでこれ。フィールディングの機械だけオールですよね。なんだこれ、飛ばせないの。四角ボタン、三角ボタンで確か。お、飛んだ。何なんだこれ。ピッチャーだから、そっか、守備だよね。
あ、よくよくよくよかった。レフト、ライトですよね。ライトとレフト、ファーストもできる。ファーストサイルっていけるよ。守備機会多いな。いやブロ、よしよしよし、よし、よし。いや、杉本選手ここまで活躍すると正直思わなかったよね。なんか代打のイメージがすごい強くて、めっちゃ一皮むけたよ。球界をいきなり代表するような選手になるっていう、いや、わかんないもんだね。ドラフトだって10位でしょ、確か。ラオ、やっぱパワーがやばかったのは知ってたんですけど、あんな率が急に残るとはね、なんだろうね。いいね、選球がいいよ。94マイルぐらいで、93マイルぐらいか、2とかか。よし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 。オッケーオッケー。え、かすった今。かすってない今。めっちゃ当たりいいんだけど。見ていこう。スライダーか。よし、変わっちゃったね、斉藤選手。うん、ストレートとボールがね、分かりやすいとありがたいんですけど。チェンジアップカーブ、カッター、スライダー、進化。OKOKOK 素晴らしいんだけど。ベテランセ、一応難易度リアルスピードだし。よし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 。めちゃめちゃ今日調子いいぞこの人。いいね。このシリーズ無限にできてめっちゃ楽しいんだけど、自分的にロードトゥザショーよりこの対戦系が好きなんですよ。結構前に作ったストックがあるんで、それを散りばめながらいろいろね、配線できたらめっちゃ面白い。やべ、いけるいけるいける、最短距離で。 OK OK OK、カット、とりあえずカット、どうぞ。めっちゃいいんだけど、ゆうたろう杉本が。あー落ちたか。ちょっと待って今見たいな。定点で、これじゃないか。これですね。どんぐらい走ったか。ちょっと待って、ちょっと待って。え、これ完全にホームランキャッチじゃん、すごくね。だってバッターの反応的にホームランのアクションしたよね、これ。見てください、そんなことない。多分パーフェクトだよね、音的に。おお、音絶対パーフェクト。いやーすごい、めっちゃ最、あ、そうでもなかった。めっちゃ最短距離。ああ、そうでもないね。でマジでもっと奥だった、すごいね。素早い送球。はい、ということで、こんな感じですかね。あの、コメントいただいて、本当に、よかったっすわ。あの、速攻で作ろうと思って。意外とね、もうほとんど作ってて、でなかなか今年活躍した選手ぐらいしか多分残ってないんだよね、作った人が。あの、だから今年急に活躍した人、オリックス系とかいいかもしれない。ピッチャーちょっと難しいんですけどね。はい、ということで、ぜひもっとね、リクエストをいただきたいです。はい、ということで、以上です。